カラタチは、未完カカカラタチ族の落葉低木。学名のトルフォリアータは3枚の葉のイでこの服用から。原産地は、超高上流域。日本には8世紀頃には伝わっていたとされる。和名カラタチの名は、唐揚花が詰まったものである。別名でも唐揚花とも呼ばれる。別名では、帰国とも呼ばれる。中国植物名は、クタチバナのという、中国中部の原産。 日本へは古くに渡来し、奈良時代末期に成立したと言われる万葉集にも名が見られる。平安時代には果実が薬用にされた。現代では生垣などに植栽されているのが見られる。柑橘類の中でも最も耐寒性が強く、痩せた土地にも耐えて生育でき、東北地方でも生育する。落葉紅葉樹の低木から大高木で樹高は2から4メートルほど。 樹皮はクラバアイ褐色で、成り木は細かい縦筋が入り、若木では成長とともに緑地に褐色の縦筋が入り、皮目が多くザラつく。枝は緑色で太く、両角があり、3センチメートルにもなる、大きくて、鋭い刺しが誤生する。この刺しの基部が幅広いのは、本種の特徴で、葉の変形したもの、あるいは枝の変形したものという説がある。葉は誤生し、 山椒用の服用で、傭平に翼がある。椒用は4から6センチメートルほどの楕円形、または通卵型で、周囲に細かいノコギリ乗馬がある。葉は、揚げ葉ウの幼虫が好んで食べる。牡蠣は、春で、葉が出る前に3から4センチメートルほどの五弁の白い、花を咲かせ、芳香がある。花の後には、計3から4センチメートルの休憩で難毛に、 覆われた緑色の果実をつけ、秋には熟して、黄色くなる。果実は食用になるが、種子が多く強い酸味と苦味があるため、そのままでは食用には向かない。糖芽は、側芽が枝に誤生し、半円形で、棘の基部の上側につき、赤かつ色のガリン2から3枚に包まれている。棘の下側には、洋根が残り、この洋根からも葉が芽吹くこともある。変種として、 枝や棘が湾曲する飛竜や、枝や棘の湾曲が、飛竜よりもさらに激しく成長も、極めて簡満な、香の煙が存在する。どちらの品種も、雲竜からたちの名前で販売されていることが多い。鋭い刺しがあることから、外敵の侵入を防ぐ目的で池垣によく使われる。しかし、住宅事情の変化などからこの刺しが嫌われ、また池垣そのものが手入れの面倒から、 ブロック米などに置き換えられたため、1960年代頃から空立ちの生け垣は減少した。日本では、温州みかんなどの柑橘類を栽培するときに大儀として使われる。病気に強いことや、早く血実期に達することなどの利点があるが、柚子や夏みかんの大儀に比べると寿命が短いという欠点もある。果実は果実種の材料として使われる。 オレンジとカラタチの細胞融合による雑種に、俺たちがある。未成熟の果実を乾燥させたものは、カラタチと呼ばれる気薬であるが、中国薬物名では、期日とも呼んでいる。成熟果実の場合は、中国薬物名でカラタチと呼んでいる。カラタチは、漢訳本来は、夏みかんで、みかんの大型の未熟化であるという説もある。また、日本では、 カラ立ち果実の木薬のことを期実と呼んで通用もしているが、これは日本での御用で方たちの感銘に当てたものだとする説がある。カラ立ちの感銘はくたちばなのと書く。カラ立ち果実から作る生薬は果実を取って輪切りで天皮干しして調整したもので、方向性の検疫作用、利尿作用、発汗作用、巨炭作用があるとされ。 未熟化よりも、成熟化の方が作用が穏やかである。乾燥が不十分だと吐き気が出る恐れがある。使い方は、小薬ついた治療にから 10g を水 400cc で、半量になるまで煎じて、1日3回に分けて服用する用法が知られている。胃腸の熱を冷ます薬草で、妊婦、冷え症、虚弱体質に人への服用は禁忌とされる。民間では、 皮膚を美しく保つ効果もあるとされており、果実や枝葉を随時浴頭量として風呂に入れると皮膚をきれいにして体を温め、発汗、巨炭を流すと言われている。近年の研究により、柑橘トリステザウイルスに対する免疫性を有する機能性成分の一つであるオーラプテンを高濃度に含有することが明らかになっている。オーラプテンは その他にも発がん抑制作用や抗炎症作用、脂質代謝改善効果やメタボリックシンドロームに伴う炎症反応の緩和効果等を持つ。ありがとうございます。